もうちょっとです。もうちょっとだけ頑張って。ラストスパート。キャーじゃない。もういい感じだろ。よっと。へいお待ち、超美味スーパーカレー完成の巻なのだ。こっちはもうちょっとかかるかな。カレー作る前に仕込んどけばよかったね。まあ赤子泣いても蓋取るなっつってね。重いものを持ってて危ないから、なん先に運んだからにしよう。何かはしゃぎたい理由でもあるんだろうが、そんな不安定に頭を抱えてるのは危な。アスカ、おい、学校は？遅刻すんぞ。いい加減、起き。行ってきます。山幸彦さんも素潜りで行けたんですが、浦島さん肺活量パネーな。狙撃。神一重だったな。マントもあるし、距離も近いから大丈夫そうだな。あら、油断は禁物よ、ソフィー。大きめの虫が。ソフィー、危ないわ。今までいろいろあったけど、楽しかった。エリー、しっかりしろ、エリー。あれ電波が。よーし。おお。な、すげえボイ。投げる。投げる。せっ。いやあれ。ココナッツ。あ、ごめん。マジでごめん。大丈夫？あのね、ソムリエ君、その後頭部に熱を感じる。頭が転倒しそうだよ。まあ、やばいよ。肩車、バランスが難しいんですよ。わけないでしょ。あ、くし、くちゃ。なのは
はしょうがないから博士が料理を作りますよ。あ、いや、今作っているところですので。博士の方が美味しいですから。いや、ね、ほら、ね、ちょっと危ないですよ。博士、大丈夫ですから。いや、何が大丈夫かわからん。いや、ねえねえ、本当に博士でしょ。僕のベル君に変な真似をしたら、その時点でこの話はなしだ。いいね。はい。誘惑なんてもってのほかだからな。はい。僕のベル君に唾をつけておこうったってそうはいかないぞ。なんて言ったって僕の方が先なんだ。神よ。なんで大胆な真似を。いい神様だね。はい。今日のニャンコマ。違う意味で。大丈夫ですか。こちらが心配です。良い出会い、良い別れがありましたニャン。ナイシュー。ポンとけりゃニャンと泣く。ちなみに猫を缶袋に押し込んでの缶袋とは紙袋のことさ。どうしたの、ことは。発射しない。どうやら偽物。偽物？なんだ偽物かよ。ちぇ、親父め。でもよかった。よし、まずは店の掃除からだ。おじゃあ店の外まで競争だ。ほら、そして父さんは入院した。猿たちにトラウマ級の衝撃を与えてみせる。あれ、おかしいな。火薬がしけとるやない。じゃあ見してみや。え、